自民党のの後ろにのが経団連です大企業様がバックについてでやってるわけですからね。じゃあどうしたらいいんだぶっ壊すしかねえだろうって話です、ね、そんなものを叩き壊さないとね、今の社会の、ね、器そのものをぶっ壊さないと、社会全体が、ね、元に戻ることはありえないし、良くなることもありえないわけですよね。でも武力革命なんかできやしないっていうのもわかってるわけですよね。それは日本人に思想がないからですから、ね。 仮物の思想はありますよ。民主主義とかね。で、民主主義をね。民主主義というのは話し合いでね、みんなで政治について語り合うとかね、アホなこと言ってるけど、民主主義ってのは戦いなんです。アメリカ国憲法にも書いてるじゃないですか。アメリカ合衆国憲法に書いてるでしょ州政府はですね、州、あの、合衆国ってその名前の通り、各州が揃って、それで発行されたのがこの合衆国憲法なんですね。で、アメリカ合衆国と名乗るようになったんです。 で、このアメリカ合衆国では、州それぞれの独立性というのが認められていて、連邦からですね、離脱する権利も認められてるんです。だからアメリカ合衆国連邦から、例えばテキサス、よくね、言われるんですがテキサスがですね、抜けるかもしれないっていうですね。そんな形なんですね。で、そのようにですね、民主主義としての最終的なところを見ると、戦いになるんですよ。でも日本人ってここわからないんですよ。知らないしわからないんですね。 民主主義そのものが、そもそも戦いの中で、血の中で生まれたのがこの民主主義なんだから、当然ね、戦いっていうのをね、念頭に置いてるのは当たり前でしょっていう。でもそれが理解できないんですよ、感覚的に。んえ武力クーデターしたら他国侵略の、えー、口実にはならないでしょうか。そんなアホなことを考えている、何にもしないっていうのが日本人なんですね。だから君は日本人だねだから勝手に日本人やってりゃいいんじゃないの で君たちをね、突き放すわけじゃなくて、私の持論をここで述べてるだけですから。民主主義の最後としてね、戦いというのがあるんだけど、それが理解できない日本人に、まずはね、残酷な民主主義のシステムですね。これ昨日からずっと言い続けてるけれども、民主主義というのは、その国に生まれた人間全員に等しく責任を持たせる主義です。いや、そらね、生まれたばっかりの子供とか、今にも死にそうなジジババにね、 あんたあの、責任持てと言ってもそれはかわいそうだろうっていう人がいるけれども、それは感情論です。民主主義というシステムそのものが国民に対して徹底的に残酷なんです。で、その残酷さを受け入れるからこそね、民主主義が成り立つということでもあるんですね。まあ、これが日本人には理解できないんですよね。